来年4月から消費税率を3%引き上げることで景気の落ち込みが懸念されるため政府は先ほど5兆5000億円規模の経済対策を決定しました経済対策には復興や防災原子力事故への対応などに3兆1000億円を計上したほか低所得者や子育て世帯に対する給付などに6000億円と家計にも配慮した施策を盛り込みました